パークで全身びしょ濡れになるまで終われません。イエーイ。はい、どうも、寺森の杉本です。千町です。はい、ということで今日はですね、はい、ジュラシックパークがですね、今年の9月4日から2025年の、初めまでずっと休止しちゃうんですって。結構長いですね。そう、やばいよな。だからそれまでに2年間分をですね、うん、ずぶ濡れになろうということで止まっちゃうから、まあ、休止しちゃうやん。結構長い期間休止しちゃう。休止しちゃうから、はいはいはい、もったいないよね。はいはい、もったいない、確かに。で、乗れなくなるよね。乗れなくなる。悲しいよね。悲しい。じゃあ濡れちゃおう、その分っていう話です。え違う。まあ要は水浸しになって遊ぼうっていう回ですか。そうですね。なるほど。って感じです。何回でね、全身濡れるのかってこと全身のつま先まで。あ、そうです。あの、よくあるのがジュラシックパークあるあるなんか、あ、お尻濡れちゃったとか、ズボンなんかチノパンの色変わったとかよく聞くんですけど、うん、あ、そんなんしょうもない、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 ストイックやな、しょうもない。なるほど。全部びしょびしょになって、もう髪の毛もびしょびしょになって、これもびしょびしょになって合格。合格で、判断としてはもう私のこのスカートがこう絞れるぐらいまでになったら終わり。それまで終われません。でも俺ね、そのなんか濡れる席に座ったことがないよ。てか濡れ、今日濡れるって言ったよね。こんな格好で来たの、まあ、言ってないってことで今初めて聞きましたで、俺ジュラシックパークってそのユニバで俺乗れるアトラクションマジで少ないんやけど、うん、デッキを無理すぎて。あ、そっか。なぜかジュラシックパークは乗れるんですよ。あ、そうなんや。なんかね、最後1秒我慢すればいいだけ。まあ確かに確かに。そう、じゃあ何回乗っても大丈夫。大丈夫ですらしいんで、じゃあインフィニティジュラシックパー パークやっていきたいと思います。行きますか。レッツゴー。ラモリー。はい、ということでジュラシックパーク嫌になってきた。え、なんで。見て見て、キャリアさんいっぱいいるよ。やったやった。ということで、まずは1回目乗っていきたいと思います。これ1回でビジョビジョになったらもう終わりですか。終わり。オッケー。でもないと思う。いや、もうだからこう行くわ。そういらん限りないから。はい、そうね。でもお尻だけ塗るとかじゃダメやから。はい、ということで1回目行ってきたいと思います。レッツゴー。あ、帰ってきましたね。ただいま。お疲れ様です。結構見て。そう、俺ら何列目やっけ。後ろから2番目。終わりに結構濡れたかも。そう。え、4年の、あの、お尻やばい、多分。お尻やばいよな。お尻べちょべちょ。けど、半分しか濡れてない。いっぱい濡れたんでね、今日は帰ろうと思います。全身濡れてる？乾いてるよ、ここ。乾いてるよ、ここ。で、ここで、もう一回。行ってきたいと思います。てか、あの、天気良すぎて乾きそう、やばい確かに、まあ、ちょっと乾いてきてる。ちょっと急いで、次2回目行ってきます。お帰りなさい。マラソン走ってきたやばい。今回だいぶ行きましたね。結構行ったね。見てた？みんな、あの、見てた見てた。結構行ったね。回ります。せーの。いや、まだね、黒やから分からへんねんな。まだ。はい、じゃあ絞ります。絞れません。絞れないということで、もう一回行きます。マジ？髪結構行ってるけどね。髪はもうこうなってたこれがね、今流行りの濡れ感。ウェットの感だって、だって風呂上がりよなあ、ちょっとまだ足りないんで、もう一回行ってきます。またマジ、もう一回結構行ったって。もう時間短縮のためにシングルライダーでさっと乗ってきます。だって乾いちゃうやん、今のこの時点で。ローストイックやん。楽しむことじゃなくて濡れること目的で行ってるやん乾いちゃうから、この間にこんな喋ってられる乾くから行ってきたいと思います。行こう。わかりました。え、これはね、
ついに来ましたよ。来ましたね。え？撮ってたやろ。撮ってた。俺な。撮ってたけど。やばい、1月なんかしっかりメイク撮れ始めてるな。やばい、あのね、1回目バーンって来て、あーと思って、終わったわーって下げようと思って、また来た、あーまた来たわーってなって、もう1回やったら、2回目がエグすぎ、グロテスクやって、これは来ましたね、多分来ました。じゃあ、絞るチャレンジしてみますか。絞るチャレンジします。いや、これ絞れてほしい、もう疲れた。まあ、でもまだ3回目やからね。おかしい、おかしい、めっちゃ濡れてる。おかしい、おかしい。絞れたね。これはいけましたね。いやでも絞れたので、はい。いや思ってたより少なかったですね。いやって思うやん。だってあのもうちょっと品物アップしてください。あの眉毛とまつ毛どっか行きましたよ。あれあれやばい、前髪もやばいやん。前髪どうされました、はい、いや3回で行ってしまうとは。ジュラシックパーク舐めてましたね。 3回のこう積み重ねがね。というわけで検証結果、3回乗れば絞れるまでびしょびしょになります。なります。もうこれでね、2025年まで僕ら乗れなくても耐えれますね。そうですね、もう十分乗ったんで。いやもうどうするよこの顔面、こっから撮影ある？ないです。もう帰ろう。いや帰る電車もちょっと嫌や。あ、ね、なんかちょっとなんか生臭いもんな。あともう座られへんし。やば。あ、やば。やば。え、でもうちもな、これ座られへんしとか言って見えへんねんけど、マジびしょびしょ。いや説得力ないなじゃないね。めっちゃ濡れたからほんまに。じゃ あ, あの次回はグレーの服でやりましょう。そうですね、次回はもっと分かりやすい服で来てやりたいと思います。次回ウォーターワールドで。あ、ウォーターワールドでどこまで濡れるのか。どこまで濡れるのか、はい、いやきつかった。いや頑張りました。ありがとうございます。じゃあちょっと乾かしてから、日光浴で乾かしてから帰りたいと思います。じゃあ以上、目玉りでした。バイバーイ。バイバーイ。ジュラシックパークありがとう。ありがとう。元気でね。元気でね。これ生まれ変わる。やばない？ほらほら。あんな中持ってんだよ、うちら。